全然乳首とか言いますけどね。いやらしいバナナ。ここの種類美味しそうだよね。どうしたどうした。僕のことエッチな目で見てるからじゃん。その先生見たくないよ。例の目覚めと配信業が例の目覚めとかやめてもらって。スイちゃんが頬染めた感じのサムネイルにしてた。アンサー、これがアンサー。星読みの。次のレースか次の次のレースぐらいでスバルちゃん来てくれると思うから、寝てなければ、まああの24時からって言ってるんでね、まだあの早めに連絡してるだけなんで、気長に楽しみにしましょう。来るのをね。スバルもお乳マイクらしいからね。あー、ツイッターであのスバルちゃんの機材が今日なんかいろいろ一新されたみたいな。どうする？おかゆよ、おかゆすんやん。スバルマイク新しくしたんだけど、どうかな？すんやんみたいな。いつもさ、おかゆーみたいな、よーみたいな感じなのに、マイクをさ、新調したことによって。おかゆ、待って、遅れてごめん。スバルちゃんの音が多分ここから聞こえてくるかな。よし、アジマル屋さん今、飽きない中です。どうしよう、機材変えて、さっき言ったみたいにイケボになってたら。おかゆ、今日お前なんか可愛くね。なんてバル、どうしよう。あれ、味まる、味まる。ちょっと待って。待って待って。あれスーニャだよ。ちょっと待って。おかゆー、あ、ヤンキー、めっちゃイケボになってる。スーニャだ。最近機材変えたんだよね。すごいイケボになってる。やばでしょ。いやちょっと恥ずかしいな、そんなにイケボって言ってもらえて。でもなんか新しいスーニャもすごい素敵だよ。オッケー、そんなおだてないで、好きになっちゃうだろ。好き、新しいスーニャ。ありがとう。しかもなんかマリカもうまそうな声してる。今日はおかゆと走るために来たんだよ。そうなの。新しいスーニャ走ってくれるの。新しいスーニャ一緒に走らせてくれるから。ちょ待って、動揺して全然前に行けないんだけど。おかゆ大丈夫かい。新しいスーニャちょっとかっこよすぎて平常心保ってないんだけど、新しいスーニャも一緒に走る。新しいスーニャ一緒に走りたい。あ、ちょっと待って、古いスーニャも来た。おい。お前誰だよ。スーニャだよ。スーニャ。スーニャだ。俺がスーニャだ。スーニャ対決。俺もスーニャだ。お前もスーニャ。今俺ココナッツモールいる。何、おで人間食うみたいな。ココナッツモールでデートしないかい。了解。ただお前と俺多分友達じゃない。最近分裂したから。いや、お前誰やねん。今日のスーニャはもう温まってるぜ、マジで。マジで。でも冷静に考えて、ここ優勝候補2人いたから、ちょっと今の発言撤回します。ひよってんじゃん。新しいスーニャなんかかっこいい。ちょっと待って、新しいスーニャって言い方やめて。ありとあらゆる上位互換だからやめて。グワってね。は？え？カタリナって何？スバルちゃんの好きなグラグルのキャラクターだよ。スバルちゃんはね、綺麗な褐色のお姉さんが好きなんですよ。いや、フレアマジでね、ヘキーだよ、マジで。フレアが喜びますよ、それは。フレアに早くこの思いを伝えたい。好きな女のタイプは中性的。チリでしょ、チリ。ちょっと待って、チリちゃんの性別まださ、スバルそこまで言ってないから内緒について。でもチリちゃんがスイちゃんの平気なのは知ってる。男の子でも女の子でも中性的なのがやっぱ好きで、男の子だと少年が好きなわけ、女の子は逆に男勝りの方が好き。中性的な子って中性的な綺麗さみたいなあるよね。なんかそれが平気なのかも。なんか中性的が平気なのかもしれない。性別ないみたいなのが平気。はい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 。なんかあれ知ってる、宝石の国って。なんか主人公たちが宝石で、で性別がないんだって。いいなって思ってて。しかも綺麗だしね。そう、綺麗だし宝石だから最高じゃん。スイちゃんの壁に刺さりまくってるじゃん。水壁にね。水壁って言葉ありました。あ、今ね作りました。ちょっとマリオカート中なんで難しい話やめてもらっていい。ここまでできるね、配信力がまだないです。自分から難しくしてるんだよな。マ
前がおろそかになって前の人が投げたバナナに引っかかって終わるみたいなね。こんなところにバナナが、いやらしいバナナが。アスバルちゃんのいやらしいバナナ発言を無視しちゃってたみたい。マリオカートでさ、割とよく使われる普通の用語だと思ってた。やばい。いや、そのままでいて。えって言われてるみたいな。えいやらしいバナナは普通に使うだろ、マリオカートで。この前ノエルのマリカ配信とか見たけど、あ、いやらしいみたいなやつだよ。それはちょっとほら、いやらしいじゃん。スバルちゃんには刺激が強かったかな。強すぎたね。クパキャークパキャークパキャーソークパキャーソー。なんか最近さ、声でかいってさ、特にさ、オフコラボとかで1本しかマイクがないときに声でかいって言われる対策を考えた結果、うん、ここで喋るっていうのが一番いい気がしてきた。どこで？ここで喋るのが一番みんなとボリュームが合う気がしてんだけど。ビッキースバルバードビッキーベッキーで行ったらいいんじゃないかな。音量がちょうど良くなるの？そう、みんなの声を遮らないのがここなのかなって思ったのさ。でもさ、この声さ、すごく喉に良くないかな。いや、マジでいいよ。まだカピライでこれ喋ってるからさ。そう、学生がいいんだよね。マジでいいんだよ、これ。普通の声ここにしようか、ちょっと迷った時期あったね。嘘でしょ。やめた方がいいな、それは。そうなんだ。タムタムさん、タムタムさん、タムタムさん、もうストーリーやばいんだよお前は。おらディッキー口悪いな。スバルもさ、このまま仕事すると10月体疲れた結果出現して炎上しますってさ。どうやって炎上するの？ありそうじゃん、ちょっと。だから先手打って10月休みにしようと思ってたのね。ツイッターでごめん、来年の10月さって言わないでさ、ちょっとこうやって言われて不安だから休むわって言ったら、スバトマが普通に困惑してて、どういうことみたいな、裏割りがみたいな。もう耳人権問題とかありますからね。今年はこの人権界隈を終わらせに来た女、大空スバル、よろしくお願いします。そうなんだ。いや、最近スバルちゃんはさ、恥ずかしがり屋さんだから何言ってても照れてるんだなって思うようになったんだよね。思考よ、それは。あ、そうか、確かに確かに。丸々ちゃん照れてるな。つまりちゃんに対して結構ストーカー的思考になってるかも。あります。姫とか言われても、うん、今日も照れちゃってってなるね。怖いよ、スイちゃん。でもさ、スイちゃんは昔から僕のこういうちょっとキモいとこ好きだよね。なんかもう好き前提なんですけど、ね、もう逃げ道塞がれた状態で会話が始まって思った。違う違う、前からデビューしてスイちゃんと知り合って雑談したりとかするときから、うん、僕が気持ち悪いこと言ってスイちゃんが笑ってんのよくあった気がするんだよね。おかゆちゃんの意味のわからない性癖が結構好き。意味のわからない性癖。なんか3人でさ喋った時にさ、その時の話の内容がめちゃめちゃディープだったんだけど、確かに配信に載せられないような。そうだ、喋った喋った。スバルちゃんが工学のために教えてみたいな。異文化交流してて。ちなみにそこでスバル一発傷負ってるから。それ誰に追わされたの？前らだよ。でもあの時のさ、会話がちょっと僕強烈すぎて、スイちゃんに嫌われてないかなってたまに夢に思う時あるよ、それ。お前らはスバルに嫌われてないかも心配するよ。もしなんか万が一嫌われることがあればあれだなって。でもよかった、その様子じゃ別にそれで嫌われることはなさそう。よかったよかった。なんだけど、ついて下ネタを配信で言わないんですよ。なんだけど別に下ネタで嫌いなわけではなくて、面白いなって思う下ネタももちろんあって、ただなんかその下ネタを極端に配信で言わないがゆえに、リスナーから下ネタが苦手なんだと思われていて、例えばその他の人が配信上で、おいおいスイちゃんの前で下ネタやめろやめろみたいな、リスナーがそういう空気になってる時に、いや大丈夫っすね、全然乳首とか言いますけどね。おいおいおい、スイちゃんの乳首？フェラステラ？ほらこんな話してんから回で並んじゃってんだよ。完全に2時過ぎてギアが取れたわ。やめなよ。でも今ちょっとね、スイちゃんの乳首だったり、うん、なんか距離感縮まった気がする。乳首で縮まるな。深夜2時に。
え、僕にさ、ついちゃん下ネタ苦手なのかなと思ってたから、笑って流せるからマジで助かる、うん、下ネタってすごいな。あ、ちなみにうんちって下ネタ？うんちは違うんじゃない？あ、実行してる今。そうですね、実行、まあ、うんち実行中ってこと？頭はどうなってんの？実行ね、実行って何、ね、もうやめようよこれ汚い配信が。楽しいね、こうやって深夜にするマリオカート面白いね、楽しい ね、 面白いね、深夜だし、人の枠だし、何言ってもいい。そうだよ、猫肌の枠だから。なんか深夜じゃなくて僕言っちゃう、なんかここの汁美味しそうだよねみたいな。どうしたどうした、スイーツキャリオンかなんか言ってた言ってた、この汁美味しそうなんだよねつって、おかゆちゃんが言う言葉すべて下ネタに聞こえるんだもん。いや、それはスイスイが僕のことエッチな目で見てるからじゃん。ねえ、ほんとやめて、その先生見たくないよ。昔は少年っぽいなって思ってたの、おかゆちゃんのこと。でも最近はなんかエッチなお姉さんじゃない。いや、そうなんだよ、エッチなお姉さんになってしまったんだこいつは。完璧にスイスイか、誰かにさ、ぶつかった時からさ、あーとか言うやん。日々忙しくなってきてさ、そのストレス発散方法って人によって様々あると思うんだけど、やっぱそういうのが一番いいんすよ。気持ちいいし、一人で完結するやん。スバルちゃんに例えばちょっとエッチなこと言ってもらわないといけないとか、そういう相手がいないと成立しないみたいなコスパの悪さではないわけじゃん。そういう効率を突き詰めた結果こうなっちゃったみたいなとこはある。何が一番悲しいってね、おかゆのこの話でスバルの1位がぶっ飛んだっていうことですよ。おかゆのね、コスパのいいメスの話でぶっ飛んだ。あと純粋にもう年をさ重ねたっていうのはあるよね。年を重ねるとエロくなるってこと。いや、僕は多分性の目覚めと配信業が、あの性の目覚めとかやめてもらってクロスした多分。僕は交差しちゃったよね、その瞬間が、ね、今日何の回でしたっけ。絶対切り抜かれる。切り抜いた際に僕のアイコンは使わないでください。クマルだけは無理だよ、もうこの空間。いやだ、もう絶対さ、スイちゃんが頬染めた感じの、あー、いいっすね。あ、いいっすね。そっちにしよう、もう全面的にスイちゃんの乳首でお願いします。いやいやいや、何お願いしてんねん、お前。ホロライブの歌姫に何言ってないよ、お前。最近のさ、悩みでさ、全然下ネタ大丈夫なんだけど、過度に下ネタを言わないせいで、本当に下ネタでもなんでもないことが、え、スイちゃん今みたいな。例えば咳払いとか、って言っただけで、咳払いエロいみたいな。それもう、星読みこじらせちゃってるやん、それはもう。なっちゃってるなと思う。そういうスイちゃんをやっぱもう見たいのが、いやいや、でもそういう人たちは意図せぬ形でエロいスイちゃんがいいんですよ。そう、だからスイちゃんはそのままもうナチュラルにアンサー、これがアンサー、星読みの、星読みのアンサー、お前が決めるだ。いやね、星読みそうだよね、これでスイちゃんがわざと星読みの方見ながらうん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 ってしたじゃん。いや、やだもんね。なるほどね、これは星読みのアンサーです。あのメスかゆ先輩的にどうなの、やっぱ徐々にメスというかちょっとエッチなこと言ってた方がいいの。いや、スイちゃんは今のままでいいと思うけどな。このギャップがいいじゃん、普段ちょっとクールで歌姫で、ね、咳がちょっとエロいと、いいじゃないですか。それでそれでもういいじゃないですか。咳払いできないじゃないですか。スイちゃんはあんだけ歌がうまいのに丸々もエロいみたいなのでいいと思う。これがアンサーらしいです。これが星読みのアンサー。アンサー。星読みマジでそれ不正字でツイートしてくださいよ。不正字でどういうこと、今の咳払いちょめちょめみたいなってこと。エゴサに引っかからないようにしてください。あー、そういうことね。エロいイラストとかもね。スイル、スイちゃんのエッチなイラストなんかよく見るよ、流れてくる。スイちゃんは自分はそんなに見たくないですっていうことを言ってるからなのか、ゾーニングがしっかりされていて、あ、素晴らしい。全然見かけない。え、でもそれスバルのとこに流れてきてる。スバルちゃんにはゾーニングしてないからでしょ。おい、ゾーニングしろよ。スイちゃん専用やから、これスイちゃん専用だからか。まあでもね、スバルしか見てないからね。嘘でしょ、絶対それセンファーボとかついてるでしょ。いや、それはね、もうね、スバルの口からはとてもじゃないけど言えません、それは。覚えてないでしょ。こんなはっちゃけてるスイちゃんを見れるのなかなかレアなんじゃないですか ね。やっぱりマリオカート有能だな、マジで。いや、マリカはね、友達増えます。マリ
りか大会付近になるとさ、もっとみんなで走りたかったってなる。部活体育祭みたいな。なんでスイちゃんとも今日分かり合えたんだろう。これからも分かり合えるよみんな。いつもこういうタイミングでさ、友達とかできてしばらく関わることもないかもって思うとさ、今仲良くなれたことは本当に良かったんだろうかってなら、いや普通にこれからも仲良くしてください。スイちゃんの乳首で仲なんか深めなきゃよかったんだ。乳首で繋いだ絆が。乳首で刻むな、刻んでねえよ、マジで。